どうも、佐々木朝日のビログチャンネルへようこそ。はい、今日もスキンケア始めていきたいと思います。今日はね、ちょっと夜遊びに行くから早めに撮ってます。なのでこれがアップされる頃には私はどっかで遊んでると思います。見かけたら声かけてね。なんか谷間の動画が好評だったみたいで、よかったと思って、結構真面目に話してたでしょ。普段生活してたらつけることってねないと思うから、持ってる人ももしかしたら少ないのかもしれないけど、ちょっといつもより洒落た服着てる時とかは本当に綺麗にラインが出るのでいいと思いますよ。ただね、なんか取れちゃう人がいるみたいだけども、私もね、なんか1000円とか900円ぐらいのすっごい安いヌーブラを一時買ったことがあったんだけど、それは全然つかなかった。粘着力の問題だと思う。やっぱりそれなりっつってもいくら5000円ぐらいなのかな。布のやつはシームレスっていうやつなんだけども、ヌーブラシームレスとかでググったら出てくると思う。結構そのショーとかで踊るとめっちゃ汗かくのね。でヌーブラ取った時に本当に胸がサウナ状態になってるのよ、すごい汗で。だけどもそんだけ汗かいてても取れることはないので、おすすめ。谷間の作り方の動画を見ていない方は下にリンク貼っとくんで、ぜひ見てください。今日はクリスマスだね。ほんと昨日とかも街歩いてて、みんなさ、すごいたくさんこうお買い物の袋下げててさ、まあ、プレゼントのものもあるだろうし、自分で誰かに買ってるものとかもあるだろうけど、いっぱいみんな荷物持ってるからさ、なんかつられて買っちゃうよね、あれ。なんか海外旅行とかに行くとさ、金銭感覚ってさ狂うじゃん。そんな感じ。なんかひょいひょい買っちゃった。まあ楽しいんだけど、それはそれで。まあクリスマスということで、自分の小さい時とかのクリスマスのこととかをね、結構思い出してて、あ、こうだったなみたいな感じで思い出したんだけど、うちのクリスマスは、私4人兄弟なのね。の一番長女で、下に妹と弟が2人いるんだけども、で、いとことかも近所に住んでて、クリスマスになると、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんのお家でみんなでパーティーするんだけども、時代劇が昔やってたんだけどね。暴れん坊将軍の時間になると、そのパーティーの時間におじいちゃんが見るからって言っていなくなるの。そうするといつもサンタさんが来るの。赤い服を着て、白いこう袋を担いでみんなにプレゼントを持ってきてくれるのが、毎年の楽しみだったんだけど、毎年ね、そのサンタさんの顔が違うの。お祭りとかでさ、お面売ってるじゃん、いろんな顔のやつで、そのお面をつけてんだよね。でミッキーのお面にひげが生えてて、で今年はミッキーのサンタさんがプレゼントを持ってきてくれたりとかして、で来年はってなると、今度はドナルドのお面をかぶったサンタさんが来て、で次はってこういろいろあったんだけど、だいたいさ、おじいちゃんがいつもいなくなるから、おじいちゃんなんだってこうやってみんななんか分かってきちゃってたのね。なんだけども、一度だけおじいちゃんがいるのにサンタさんが来たことがあって、もうみんな超びっくりして、えっこの人誰みたいな感じだったことがね、すごく記憶に残ってて、でたまたま昨日お母さんとその話をしてたんだけど、名前言えばすぐ私が分かる人らしいんだけど教えてくれなかった、秘密とか言って。だから未だにあのサンタさんは誰だったのか分からない。うん、まあ、でもすごい楽しい思い出です、本当に。まあ、年もだいたい私と一番下の子が6歳離れてるんだけど、でいとこもだいたいみんな同い年ぐらいだったから、みんなちっちゃい時はちっちゃいからすごい楽しかったです。今でもビデオとか残ってるんだけどね、そういうの見ててもすごい楽しいですね。それはまあクリスマスパーティーでサンタさんが来てくれるっていう感じなんだけども、それとは別に25日の朝になると必ず枕元に本物のサンタさんがプレゼントを持ってきてくれてるの。だからもう24日もう早く寝て朝になるのが楽しみで、でいつもプレゼントがあるんだよね。ほんとそれがすごい楽しい思い出。そういうのもあって多分枕元にプレゼントを置くっていうのが
それのワクワク感が今でもこう染みついてるから、彼へのプレゼントだったりとかもそういう方法を使うことが結構多いのかもしれないね、うん、皆さんはクリスマスといったらこう思い出す素敵な思い出とか、あんまりこれは良くなかったなっていうこととかありますか？ぜひコメントで教えてください。それでは、私はこれからメイクをして出かけます。皆さん素敵なクリスマスを過ごしてね。バイバイ。